こんばんは、大下でーす。今日はですね、二つあるから一つずつ行きましょう。機種編、スマートフォンの機種編なんですけども、うちのおふくろ、昭和7年生まれの54歳。あ、ちゃう、84歳。僕と30歳違うんですよ。はい。で、まあ、その時はおふくろって、半年離れてるなぁ思ってたんですけども、よく考えたらね、自分の子供42歳の子供やからね、おふくろより以上に離れてるうちの子供、まあ、うちのおふくろとは30歳違いなんですけどもね、30歳ぐらいだったら今普通かなぁ。うちのおふくろスマートフォン、2年半もう使ってたんですね。最近書いたとかじゃなくてね。そのね、スマートフォン買える時のね、話がね、なんかお友達で、まあ、2年前から82か、1半か、の時に、お友達が、スマートフォン見せんてね、まあ、その頃、おふくろガラケーやったんですけども、孫さんの写真とか動画とかをこう見せるわけですわ。で、ものすごいええと、楽々スマホはではあかんと。年とっても、楽々スマホでは思んないから、あんたも、スマートフォン買えやーって、おふくろが言われたらしいんですよ。あれ、いつやったかな？金曜日やったか。なんか、夕方のね、4時頃に来るときやから、金曜日かな。金曜日。まあ、電話が、で、来て、店でね、そう話するから。でもな、今更もう私、もう81やし、もうスマートフォンに変えても、なんか難しいんちゃうかなって言うから、僕はもうそこで、お母さん、今からすぐ行こう、今からすぐって言って、その足ですぐドコモ行って契約しました。僕の考え方はこうです。お袋がなんか新しいことに興味を持った、よっしゃ、ボケ対策。ボケ防止。まあ、契約して、まあ、もうそれで、ちょうどほんま遅いので、店閉めた8時ぐらいまでかかったんですよね。でもね、大黒は結局、そのまま返せないわけです。家別に住んでますんでね。まあ、電話かかってくるかもしれんし、メール来るかもしれんし、目覚ましかけなあかんし、そういうこと、これを3つはできひんかったらって、返されへんと。そやから、どういうんですか？あれ、こうやってさ、車の中でね、こう運転しながらね、一通り説明したんやけども、やっぱし分からへん。ね。だから、お母さん、俺かかってるから、ちょっと、電話俺かけてみんや。かかってへんや。早押しや。かかってへん。もう、しゃあないわ。車止めて横、こうやってやって。ちょっと向こう向いてやって、そう。電車乗ってるみたいな感じ、そう。真ん中押して。タップ。タップして。反応してへんやん、それ。指舐めて。指舐めて、湿っと乾燥しとんねん、ここ。指舐めて、ってて。スマホビジョビジョでしたわ。で、まあ、結構僕ね、全然苦にならないですよね、そういうのね。だから、一つのメールをする、いうことに関しても、3、40回ぐらいね、言わんとなかなかそらね、できん。それをね、お袋がね、最近では LINE もし、つむつむもし、Facebook もしと来てるんですね。で、なんかね、話聞いてると最近ちょっと電池の持ちが悪いねって言うけど、まあ自分のおふくろの言うことなんかあんまり人の話全然覚えてないでしょ。ほんである日ね、先週の金曜やったかな、僕充電しようかなと、おふくろが充電しとったんですよ、店の機械でね。ほんで、94になってたから、あ、もうええわ、って抜けて、ほんで、僕の入れて、ほんで、お袋にこう、渡すんです。こういうたら、ピピピって言うんですよね。で、何かなと、もう、充電切れてるやん。さっき94やったの。おかしいで、これ。ほんで、何回かしたら、再起動祭り言うんですか、あれ。わっしょい、わっしょい、再起動言うて。はははは。何遍もしょるんですよ、再起動ね。まあ、よくある、
ことらしいんです。あ、これはもうちょっとひょっとしたらあかんのちゃうかな。お母さん何年使ってんねん、言ってね。どこまで調べて2年半。ああ、そろそろ買えてもええんちゃうかなと。で、スマートフォンで買えるときって難しいですやん。なんか、いろいろサービスがどやこやいでね。なんか高いときに買えたら嫌な気するしね。で、まあでも、どういうんですか？今の最新のやつと、半年前のやつと、半年前ぐらいのやつが置いてて。まあこれはまあ一ちゃん高いですわ。でも、肩落ちていくと、どういうかな？ちょっと、月の金額が安くなるわけですね。そう思って、確か今年のお正月、義理のお母さんのスマホもね、義理のお母さんは楽々本やってんけども、まあ、スマホに、正式なスマホかね、あれに、機種変したんですけど、その時もね、月々23円ぐらいですから。0円にしたらあかんよね、国がなんか言った。で、お母さん、これ23円のやつやけどもね、僕の持ってるスマホよりも、SO の、あれは、頭のレベルは高いんですよと。で、十分だと思いますっていうことで、それしはって。で、それ、ドコモでね、宝塚のドコモでやった後、僕とジンでのおばあちゃんに、うわー使い方2時間ぐらい話してね。で、まあ、使える。で、今回も、どうもおかしくて機種変しようかな。で、うちもね、だいたい2種類ドコモの店ね、行くんですけどね。どうも内容が違う。今なんか下取りキャンペーンがなんかあるらしいですね。これね、値段ね、言うてええんかな。まあわからんけど、その、まあ店によっては多分違うけど、例えば、ドコモだけじゃなくて、例えばブックオフとか、ああいうとこでも下取りしてくれてるんですよね。実は僕、今のスマホの前のは、ブックオフで下取りしました。いい値段でした。で、A 店。で、昨日、嫁さんに、ちょっと、お母さんのあれ、スマホ、ちょっと、駅前のところ、ちょっとドコモつけてほしいね、って見に行ったらね。2種類しかなくて、両方とも同じ、まあまあ、ややね、高めの月々の費用だったんですよ。で、下取りキャンペーンやってるから、あ、それでなんかなと思ってて、今朝、いや、今日気になって、もう一軒の方の店に電話かけて聞いたら、一つは、最新のやつは同じ月々の値段だけど、もう一個のやつがね、ぐんと安い、300円切ってるような、あって、あ、それでええねんと機種見ると、僕の持ってるのよりももちろん進んでると。あ、これでええやんと。ほんで、お袋連れて行ってね、一緒に行ってね、で、機種変しました。あれ、年寄りの機種変早いわ、あれ。画像は残さんで、いらん、ほとんどないし、なんでゲームしてへんでしょ。だからもう40分くらいで済んだちゃうかな。ほんで、今までね、2時間ずーっとこう、後のメンテナンスやっとったんですよ。ほんで、お袋の使い方ね。まあ、大体わかってるからね、あんまし一番初め2年半前に教えた時よりは簡単でしたけどもね。もう、あやこや、って。スマホはな、お母さんな、押すしかないね、と。爆発せえへんから押せや、いう感じでね。やってました。昭和7年生まれの84歳のおふくろ。昔電話なんかなかったですよね、おふくろの時代は。うん。やったか。あと、こんなでかい電話やったんかな。冷蔵庫かって氷でした。その時の84年前の、ね、おふくろが今、スマートフォンで LINE して、Facebook で SNS がどうじゃら、つむつむがどうじゃらやってます。これだけでひょっとしたら奇跡かもしれん。お袋には言うの恥ずかしいけども、ほんまによう、長生きしてくれて嬉しいな。健康でね、いてくれてるんで、僕も見習わなあかんな、思てね。まあ、そういう機種変に続くまつわる話でした。どのタイミングで一番こうたらいいんかね。ほんとわからないんですけども、まあやっぱりね、あれ2年は使わなあかん、うんぬんかんぬんがあるんで、あれでしたけど、まあ今回はもう、下取りもあったので、費用はゼロでいけたんですけどもね。はい。そういう、84歳、スマートフォン機種変する。今日はそんな話でした。皆さんも、あれですよ、お母さんとかね、それは機械弱いと当然思うんですよ。次は取らなきませんよ。うん。
僕らかってそうなるんですよ。順番ですよ、順番。で、子供に、父さん何してんねんってね、言われるなん。順番ですよ。だから、その、お年寄りがね、なんかこう、新しいことに挑戦しようと思ったらね、やっぱ僕は後押しして一緒にやっていきたいタイプで。もう喋って喋って喋りまくってね。教えて教えて、お尻まくのは、まくってるんですけども。はぁ。こんな感じで、今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。